ブレントウッド駅とはロングアイランド鉄道の本線の駅である。公式にはニューヨーク州ブレントウッドのサフォーク群道10号線とブレントウッドロードの交差点にある。しかし駐車設備やその他の快適設備は所在地から離れた場所にある。実際の駅はリロイアベニュー付近の8丁目の行き止まりから線路を渡った場所にある。駐車場の入り口はサフォークアベニューのうち ブレントウッドロード、ワシントンアベニューの1、2マイル東側にある。当初は、モダン、タイムズとして知られていた初代の駅は1870年に建設され、その後1903年4月に火災に遭い、1903年11月10日に置き換えられた。1987年までは、ブレントウッド駅は5番街のうち4丁目と、ブレントウッドロードに挟まれた区間にあった。 それは、同線のうちロンコンコマ、セントラルアイスリップ、ブレントウッド、ディアーパーク、ワイアン団地ンの各駅での大規模な電化、再建事業の一環として移転された。当初、エライ・ダブリュハーは、ディアーパーク、パイムエア、ブレントウッドの各駅を一つの駅に統合しようと計画していたが、住民の反対によりその計画は中止され、ディアーパーク駅とパイムエア駅が統合されただけであった。 現在の駅は旧ブレントウッド駅の近くに建設された。ブレントウッド地区にあるすべての踏切は移転された後も変わりがない。ブレントウッド駅が建設される前、もう一つの駅がブレントウッド内現在サグティコスステートパークウェイがロングアイランド鉄道の本線をまたぐ場所にあった。これはトンプソンズ駅、またはトンプソンズサイリングとして知られており、民家、駅、 宿や雑貨屋として利用された。それは、鉄道が到達した際、1842年6月24日に駅として開業され、1869年12月にブレントウッド駅がさらに東に建設される前に閉鎖された。その場所は1915年にキューパインエア駅に置換された。その後同駅は1986年に閉鎖され、 サグティコス・ステート・パークウェイの西の新しいディアーパーク駅に統合された。この駅は高床の短式ホームを2面有し、どちらも有効長は12両である。1番線と隣接する北側のプラットホームは通常、西行きまたはニューヨーク行き列車が使用する。2番線と隣接する南側のプラットホームは通常東行き列車が使用する。 温泉はここでは二泉である。ありがとうございます。